父親は少女を愛していた。そして父親は能面も愛していた。特にあの畑野川勝が作った七つの能面を。魂の宿った傑作だ。そういう彼の瞳は能面に釘付けで、少女を見ることはなかった。父親が出かける前、少女は能面を欲しいとねだった。能面を見ているとお父様を思い出すの。父親は拒まなかった。七つの能面が彼女を見つめている。こうもて、福の神、セミマル、オオトビで、キツネメン、ウバ、サル。少女は面に向かいこう聞いた。今度、お父様はいつ帰っていらっしゃるの？こうもてはこう答えた。待っていれば、いずれお戻りになります、ご主人様。父親は言っていた。畑の川勝の能面には、魂が宿っていると。本当だったのだ。父親の外出はいつも長い。一人きりの留守番は長く耐え難かった。でも今までとは違い、彼らが少女のそばにいる。父親は言った。畑の川勝の能面には七つの感情があると。福の神はいつも笑い、セミマルはいつも眉間にシワを寄せている。サルは甘え上手で、ウバは無表情だ。キツネメンは穏やかで頼もしく、オオトビではびっくり顔。日が経つにつれ、コウモテと少女はまるで双子のように心が通い合うようになっていった。これまで少女に友達はいなかった。でも今は七つの友達ができた。初めて留守番が楽しくなった。しかし少女は常に思っていた。父親はいつ帰ってくるのだろうか。ある日、セミマルが少女にこう言った。使用人たちが陰で彼女の悪口を言っていると。父親がいたらこのようなことは絶対に起きないだろう。娘として父親の代わりに家を守らなければ。彼女はそう決意し、能面たちに相談しに行った。使用人たちはご主人様と私たちの中で妬ましいのだ。じゃあ彼らは私とご主人様を引き離す気？そんなの絶対嫌よ。ご安心めされよ。最強のこの私が彼らを懲らしめてみせよう。そういった大飛びでは、使用人たちを腰が抜けるまで思いっきり脅かした。それ以来、使用人たちは一切少女の悪口を言わなくなった。最近みんなの様子がおかしい。福の神とセミマルは喧嘩をしなくなった。大飛びでさえも異常に静かだ。ただ寝ているだけだとキツネメンは言うが、不気味なほど静かだ。なぜ突然こんなに静かになったのだろう。少女には壁にかけられた彼らが四六時中ああだこうだと言っていたあの頃が懐かしく感じられた。少女はまた一人で父親が帰ってくる日をじっと待つようになっていた。そんなある日、窓の外に黒装束の人影が現れた。少女は初対面だが、どこか懐かしい気がした。彼女は知恵を象徴する狐面に聞いた。あの子は一体誰なの？あれは大罪を犯した妖怪です。彼女は大好きだった父親を殺し、
そして家族を皆殺しにしました。狐面は妖怪が入ってこないよう少女に扉と窓を閉めるように言った。以前なら猿がこう叫んでいただろう。主人様、お願い、私たちを守って。最近猿も全く喋らなくなっていた。狐面の話を聞き少女は怯えた。恐れは無駄な感情だ、捨ててしまいな。私、妖怪に殺されちゃうの？人の力を奪う方法を教えましょう。それでもう妖怪など恐れることはありません。でも人の力を奪うって悪いことなんじゃない？よく聞きなさい。よしあしというのも無駄な概念、そんな考えは捨ててしまいなさい。その通り、いらないものは全部捨てるのです。いらないものは全部捨てる。少女は狐面の言葉をゆっくりと繰り返した。狐面はやはり知恵の象徴だった。少女は全てを捨てた。そして全てを手に入れた。彼女は再び妖怪が現れるのを待ちわびた。そうすれば彼女は新しい力を手に入れることができる。でも妖怪は二度と姿を現さなかった。まるで初めから存在しなかったかのように。もう少女が怯えることはなくなった。七つの能面の力を全て手に入れたのだ。ただ話す者がいなくなり、家の中がひっそりしてしまった。幸いにも彼女には新しい友達ができた。エイジメンだ。全ての能面には魂が宿る。彼女はエイジメンが話し始めるのをじっと待った。その時彼女はまた黒装束の妖怪を見た。どうやって入ってきたの？私の家から出て行って。じゃないとあなたの力を全部奪うわよ。妖怪はその場に立たずに返事はしなかった。そして少女はエイジメンの声を初めて聞いた。ご主人様、ご主人様、なんで鏡と話しているの？